アルスラム。Are you listening? はい、どうも、ハルです。今日はドラゴンボールヒーローズ GDM8 弾のカドビーです。イエイ、連行してきてくれました。また今日はね、星音が出るまでの連行。まあでも48連行です。結構早めに出た感じですかね。その前に。そうなんですよ。ねえ、お父さんが僕のヒーローライセンスをなくしましてね。星音出てさ、安心してさ、抜いてくんの忘れちゃったんだよ。こんなハプニングが起こるとは思わなかった。ごめんね。はい、です。カード紹介です。はい、出順に並べておきました。1枚目、CP のビルス。1枚目で CP だったんだよ。怒りビルスですね。ねえ。かっこいいね。破壊玉だって、かっけえわ、そんな俺が。ホイだ、ホイ。これはあっけなくやられた人ですね。星2です。グレートサイヤマン2号。1号もあんのか。あの、5点ですね、5点。春秋孫悟空レアです。ミスターブーグレイビー。グレイビーあのあれだね、暗黒魔界のあのプティンたちのあれだね。まだ春は何の星音が出たかは知らないんだよね。知らないです。ヤムちゃん、てかだ全部かと知りません。サタン、これはまさか。ご飯青年期星さん、かっこいいトリプルアタックですね。いい、いいね。バーダック、まさかのホイカ。ウィスだ、 CP すげえ。 CP ウィス、かっこいいね。かっこいい。もう一人の子なんて言うんだっけ。バドス、おバルバドスです。餃子チャオズキ。やっぱり今回も CP は出やすいみたいなね。うん、結構枚数あるもんね。ハル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 さん、マイティマスクマンネタ。覆面仮面もね。つるせんにザコ。ひどい言い方。リンククビーデル、ユーキーク、ゴッドベジータ、かっけー。これは何ですか。青髪ですね。 SSGSS、 これ CP ですね。超かっけー。これが何だっけ。ゴッドメテオってやつ。ゴッドメテオですよ。いいやつよね、かっこいいね。出た、マゲッタ。これはしまった。しかしなんと星音が見えていないという。ぶちまけました。あ、ちょっと順番が変わっちゃったかもしれない。くりましたね。孫悟空星さんです。まあできるだけ順番通りになってくれ、ね、ビーデルさん、さっきも出て、ボン将軍、牛、ピッコロさん、天津飯、天さん、天さん、さよなら天さん、トランクスゼロ、かっこいいね。孫悟空 GT、 これかっこいいじゃん。星2ですか。星2です。出ました、クッソ顔イラつくフロスト。クッソ顔イラつくフロストね。見下ろしのね。へこしてるね。ジベータ、星さんです。ダブルアタックブー、レアのブーです。ベジータ、マゲッタ出た。お、18号だ。トランクス4年期レアです。ジャッキーチュン、誰やねん。ジャッキーチュンです。トランクス GT、 背景ターブル様、あなたの時代はもう終わりました。ホイですね。これ欲しかったカードじゃない。これはね、とあるゆっくり実況者さん、ゆっくり実況者というか、なんかね、ドラゴンボールのほんと強い人がね、言ってましたね。欲しいって言ってたよね、これね。
ラウンド終了時、敵サポーターの人数2000パワーとガードがエズグでダウン。なんと3000ダウンしますね、タブル一人出しの人は。びっくりしたな。スーパーウーブ、かっけえな。スーパーウーブ、ボタモン、いわゆるプーさんですよ。メタポじゃない。あー、言っちゃダメですよ。グレートサイヤマン、さっき2が出て、そう、2号バーダック、かぶり、あ、そしてザコまでかぶりましたね。ジャコ、セネンキ、少年期、そしてシークレットじゃん。今回のシークレット、タピオンが出ました。うわー、ヒルジガン、なるほど。あー、かっけー、失礼。ゲンマ人の解放、2ラウンド目巨大化、巨大化すると敵に与えるダメージが復し、毎回必殺技が発動できる。おー、さらに必殺技発動時、攻撃した敵のパワー分自分のパワーが永続でアップする。コナッツ製の勇者、1ラウンド目終了時、仲間サポーターの全員のパワープラス2000、チャージインパクトスピードが初期値に戻って、あ、これはあれですね、タイムパトロールの上位交換ですね、完全的に。タピオカパン、ひどす、タピオカパン。へえ、シークレットじゃん。いや、なんかね、一瞬ね、時の海王神に見えた。あ、時代かと思って、ピッてやったらパピオンでした。パピオンじゃない、タピオンアニマルハムが近っ。なんかさ、CP のザラチ、なんかザラつきがね、良くなってる。ザラザラになってる。あ、そう。ザラつき感アップですか。はい。ザラつき感アップでございます。CP。入ってくる今回この4枚がとってもとってもいいカードでした。なんとね、シークレットのタピオカパンが出ましたね。とっても嬉しかったです。テラオンセラー、また見てね。